キャプテンなってから、うん、そのなんかマイアンいた時の、うん、もうさキャプテンやってたじゃん私。そうだね。だけどなんか卒業してから多分ちょっと、うん、ちょっと怖めのキャプテンになったかもしれない。すごいってね自分で思ってる。まあ別に誰もそう思ってないかもしれないけど、うん、私の中でちょっとあ変えないといけないなと思って、うん、その人にこう伝えたりするのとか、うんうんうん、すっごい苦手なんだけど、うんうん、いや言わないといけないっていう場面が出てきたりしたからパワーアップした。ちょっとしたのかな、すごい。どうなんだろう、わかんない。えらいえらい。でもパワーアップしなきゃとは思って。うそうだよね。はいたかな。いろいろ考えることも多くなるでしょ、キャプテンだってさ。うん、そうだね。そうだよね。なんか自分のその仕事、うん、外でやらせてもらうのとかのこととか、うん、あと自分のポジションとかのことを普段は考えればいいと思ってたけど、うんうん、やっぱキャプテンになって、しかもお姉さんメンバーがみんなさ、うん、卒業したらさ、そうね、自分がこうしっかりしないとって思って、うん、えらい。そう考え方は変わって、本当お母さんみたいになってきた。あーいいじゃない。見守ってね。この前も全然話違うけど、うん、あのかきちゃんが写真集出して、うんうんうん、それをね私に見せてくれた。はいはいはい。でかきちゃん二十歳だし、まだ二十歳なの。そうなの、二十歳なの。いやー若そうで、二十歳で4期生じゃん。で見せてくれたんだけどさ、なんかもういつもと違う服装とか表情とかしてると、うんうん、なんか成長したんだ、お母さん泣いちゃうみたいな気持ちになりながら見てて母性がそう、うん、いっぱい今子供がいる気分。本当だよね、うん、若い子多いしね。そうなの。5期生入ってきて余計に、うん、ね。